業務内容としては、車両開発 の、 まあ、習慣管理というか、車両を うまく立ち上がらせるための、まあ、仕事をしてますと。細かい業務内容とかっていうのが、まあまあ、設計に携わる部分と、まあ、車両の情報を、収集したり、まあ、それを、まあ、使っていろんな、まあ、打ち合わせだったり、はい、というところがメインになります。 EC っていう、まあ、コンピューターなんですけど、今車で、電子制御っていうのがかなり進んでいるというのは、まあ、一般的に知られると思うんですけど、まあ、その中でも、たくさん種類がありますと。で、基本その ECU として、の役割というところは、まあ、いろんな電気信号を、まあ、車両につけている、まあ、センサーだとかスイッチだとかそういうところから信号を受けて、まあ、その信号を、まあ、制御に生かすっていうところなんですけど、今はメインでやってるっていう私たちの部署で、やってるのはエンジンを制御する ECU を使ってます。車でいうと本当に走る、曲がる、止まるっていうところの、基本的な動作を司る部品になるので、かなりメイン部品というか自動車会社の中ではメインになってくる部品をやってます。自動車開発の中でいくつかその試作を作るわけなんですけど、やっぱりその提示された仕様に対して、まあ、こうすればできるっていうところでやっぱ進んではいるんですけど、まあ、それが初めてできる仕様だとか、まあ、ソフトハード含めて初めてこの車に織り込むよっていう時にはその試作の段階でやっぱり不具合っていうか問題が出るっていうのはちょくちょくあってですね、まあ、それがそのなぜ問題が起きてるかっていうところはまあ、検証するんですけど、まあ、そこがちょっと重要な、難しいところというか、はい、やりがいのあるところかなって思います。仕事をまあ、長く続けてるメンバーっていうのが、まあ、10年以上続けてるメンバーっていうのが結構たくさんいて、まあ、やっぱりその、まあ、昔からのこう客先さんとのこう、まあ、積み重ねっていうんですかね、まあ、信頼関係っていうのが築けてきてるっていうところが、まあ、うちの会社の強みかなと思います。業務がこう増えたり溢れたりしてった時にも、まあ、周りの、まあ、メンバーだとかチームでそこはケアして、まあ、仕事をちょっと、まあ、置いておかないというか、まあ、後回しにしないというのような体制姿勢というのが、まあ、できているかなと思うので、まあ、そのあたりを評価していただいているのかなと思います。学んだことは日々その業務って、まあまあ、新しいことがたくさん出てくるので、まあ、経験としても知識としても得られてるかなと思うんですけど、やっぱり大切にしなきゃなっていうのは、まあ、さっきも、少し嬉しさとかにも出てくるんですけど、やっぱり一緒に仕事してるメンバーだとか仲間があってこそ、まあ、自分がこの、まあ、立ち位置っていうのもあると思ってるので、そこはコミュニケーションをそう、まあ、全員は全員に取れるっていうわけじゃないんですけど、ちょっと周りを見ながら、まあ、いろいろ声かけとかもして、まあ、みんな一緒に仕事をしてるよっていう、 こう職場の雰囲気作りっていうのを大事にしてます。たくさんの業種があるっていうのはやっぱ強みかなと思います。まあずっと続けていく仕事も大事だと思うんですけど、まあ、いろんなこう、まあ、社会の、動きというかどういうこともあるんだよっていうのを、まあ、経験できるっていうのがいい、まあ、この会社のいいところかなと